はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、グーリーアイズです。こちらはですね、日本では未発売のボードゲームになります。はい、ただね、買ってちょっと、ね、失敗したなと思ったのが、なんとこちら4人プレイなんですね。4人用のゲームだったの。で、うちはうちの奥さんも含めて3人家族なので、うん、遊べないということで、今回は特別ルールで遊びたいなと思います。はい、じゃあまず開けるよ。はい、こんな感じになってますね、中、うん、これがボードになるね、ひょえー、はい、こんな感じ、うん、で、このゲームもともとどういうゲームかというと、サイコロを振ってこのマスが止まったところの色のレンズをつけて絵を描くゲームなんだけど、うん、で、その絵を描くお題がね、このカードに書いてあるんですよ、うん、ただね、このお題もね、すごく難しいの。あ、アメリカ独自のね、なんかそのキャラクターとか物語とか書いてあって、うん、正直わかんないので、うん、今回はこのカードは使いません。はい、ただカードに書いてあった時間だけは守りたいなと思います、うん、緑に止まった場合は15秒、黄色に止まった場合は30秒、青に止まった場合は45秒、この時間をかけて、この、ね、タイマーを使ってね、うん、絵を描くんだよ、うん、今回は特別ルールで自分の好きな絵を描くようにしましょう、うん、ここに自分のお題を描いて、うん、で45秒ぐらいで描ける絵をこう描く。それとこのね、止まった色によってレンズが分かれます。緑は簡単なレンズ、うん、で黄色がミドルレンズ、まあまあ難しいです。青が一番難しいハードレンズになります。もうこれ多分何見てるか分かんない感じなんだろうね。でこのボードゲーム、先にゴールした人が30ポイントとします。でそれだけじゃなくて、今回はこの絵が似ているかどうかを皆さんにですね、ぜひ判断してもらいたいなと。はい、エイシン君と僕、これボードゲーム終わる前に何枚書くか分かんないけど、うん、そのトータルでどっちが似てたかを、この動画の最後にカードが、アンケートがありますので、そっちで投票してください。はい、その投票結果も混ぜてどっちが勝ったか、はあ、で負けた人は罰ゲームをしょえ、はい、じゃあ早速やっていきましょう。い、最初はグッジャンケンポイ。あ、よし、じゃあエイシン君から、はい、じゃあ目で決めます。ありがとうね。サイコロ何が出るんだ。2、エジン君は赤だっけ。赤、はい、1、2、あっ、ハードレンズだ。で何を描きますか、エジン君は。ここにじゃあ描いてください。何を描くかも、何描こう、ああ、ごめんごめん、何描こうかな、何描こうかな。ヘラクレスオオカブト。ヘラクレスオオカブト、うん、分かった、じゃあそう描いてください。挑戦するぞ。どんな感じになるのかなって、あ、全然見えない。え、どうなってんの。じゃあ45秒いきます、はい、せーの、スタート。ヘラクレスオオカブト。あ、まあここまでは割といい感じじゃないの。うーわ、はい、終わりました、はい、残念でした、うん、はい、こちらがエイシン君が描いたヘラクレスオオカブトです。やばい、これはいつもエイシン君が描いてる絵と全然違うね、これは。うん、はい、じゃあ次パパいきます。はい、どれや、3、1、2、3。お、緑だ。じゃあパパは BB8 描きます。 BB8 描けるかな。 GO。 あ、いい感じ、いい感じ。うまい。あった、はい、はい、私が描いた BB8 とこんな感じです、うん、はっ、4 1、2、3、4。 お、なんでもいいってやつだね、これ。じゃあ緑。緑、うん、分かった。リンゴ。リンゴ、なるほど、いいんじゃないですか。これは楽勝そう。これは楽だね。15秒でね、うん、頑張って。せーの、はい、終わりです。はい、エイシン君のリンゴ、これですね、うん、変な植物になっちゃった。ハゲオヤジみたいになってる。毛が一本だけ出てるみたいになってる、うん、変な植物になっちゃった。じゃあいきます。はい、4 1、2、3、4。お、黄色。黄色か、黄色レンズ。じゃあミッキーマウスにします。おーっと、ミッキーマウスね。わ、はい、ゴー。あー、いや、あ、でも、あ、あ、あれ、難しいね。あ、
あ、できた。はい、できました。はい。ババが開いたミッキーマウスです。あれ、ミッキーってヒゲなかったっけ？ヒゲ。ないね。ミッキーヒゲないよね。ヒゲない。ヒゲ描いちゃった、間違えて。はい、じゃあ最後、ここパパが4以上出ればパパの勝ちになります。と、4!1、2、3、4、フィニッシュ！ということで、パパはこれは30ポイントあらかじめゲットということになりますね。はい、はい、ということで、全部で10枚書いたね。はい。1つずつパパのやつ見ていきましょう。まずこちら BB-8 です。はい。ミッキーマウスです。はい。R2D2 だね。うん。レゴのミニフィグ。はい。そして仮面ライダーエグゼイドレベル2。これひどいね。指写真いいよ。そしてスーパーサイヤ人3、お似てる、ダース・ベイダー、ニンテンドースイッチ、骨、これ左手で描いた、うんうん、そして最後がナスですね、これも左手で描きました。はい、続いてエイシン君が描いた絵ですね、はい、ヘラクレスオオカブト、これひどいね、はい、リンゴ、これハゲオヤじゃね、うん、オオクワガタ、描き途中、ハンドスピナー、何ですかこれ、装備付き棒人間、装備付き棒人間、うん、これがマイティ君、うん、でカブトムシ、これよく描けた、うん、フルボトル、ベイスタジアム、意味わかんない。そしてこれがデッキーで9玉。はい、ということで、パパが最初にフィニッシュしたのでパパ30ポイントです。あ、なのでエイシン君が勝ち上がるには、皆さんがエイシン君に30ポイント以上差をつけて投票してもらう必要がありますね。お願いします、お願いします。まあ、罰ゲーム自体はルーレットで決めるね、うんうん、なのでこの辺ですね、カードに出てると思いますので、ぜひですね皆さん、どちらの絵が似ていたかチェックしてください。はい、はい、お願いします。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。